山本秀五郎亡霊ホテル惨劇の部屋伊藤豊次青年が洗面を済まして着替えているところへ制服を着たボーイが朝のコーヒーを運んできた「おはようございます」ああおはよう。 よくお休みになれましたか伊藤青年はネクタイを結びながらボーイの支度するコーヒーのテーブルに向かってかけたあまり機嫌のいい顔つきではないよく眠れなかったよ君一体この向こうの部屋にはどんな客が泊まってるんだい一晩中変な音を立てたり妙な声をしたり実に並行したぜ 向こうの部屋と申しますと廊下の向こうさこの翌屋で向こうといえばここと廊下の向こうと2部屋しかないじゃないかボーイは何か思い当たることがあるらしくさっと顔色を変えながら目をそらした伊藤豊二は九州大学の工科研究室に席のある研究生で恩師の鹿屋弘吉博士が ある研究報告をするため上京した後を追ってその助手を務めるために昨夜東京へ着いたのであるところがこのホテルへ来てみると博士は研究所の用務を帯びて仙台へ出張したということで伊藤青年は夕べ一人でホテルへ泊まったのであった彼の泊まった部屋はホテルの翌夜でそこには廊下を隔てて2つの部屋が向かい合っている。 その,向こう側の部屋からゆうべ一晩中女のうめくような悲しげな声や長い髪を静かに引き裂くような物音が絶えては聞こえ耐えては聞こえしてくるので妙にイライラと寝苦しい思いをしながら一夜を明かしたのであった「やはりお聞きになりましたか」ボーイはやがて声を潜めていった。 やはりって何かあるのかいあの部屋にはどなたも泊まってはいらっしゃいません。もうずっと以前からお客様をお入れしないことになっていますので。と申しますのは実は濃く内々のお話なのですがあそこは亡霊の部屋といって私ども仲間でも怖がって近寄らないくらいです。 <laughs> 今どき亡霊とは古風だなお笑いになりますが現に昨夜あなた様がそれをお聞きになったではございませんか伊藤青年はふっと笑いやめたゆうべ深夜に聞いた悲しげな女のうめき声を思い出したのである坊威はさらに声を潜めてそうなんです ここだけのお話ですが2年前の冬のある夜あの部屋へ泊まったお客様ご老人の方とその若い美しい婦人でしたがお泊りになった晩ご老人が若い婦人を担当で刺し殺した上ご自分も自殺なすったという事件がございました詳しい事情は存じませんですが お部屋は血でいっぱい寝台から這い出した夫人がドアのノブをつかんだまま血みどろになってざんばら紙で死んでいたそのすごさ今思い出してもぞっとボーイはぶるっと身を震わしたそれ以来あの部屋へお客様をお止めいたしますと決まって変なことがございますので。 今では使わないことになっているんですしかしどうかこの話は決してご多言くださいませぬように何しろこんなことが広まっては客商売のことですからその点は安心したまえ僕なら決して誰にもしゃべりはしないからありがとう存じますもしお望みでしたら早速お部屋を変えましょうか いいここでいいよ。しかしもしあなた様に間違いでもありましてはまそれほどのこともなかろうボーイは会釈し,して出ていった嫌な話であるゆうべ確かに聞いた女のうめき声やあの長い髪を静かに静かに引き裂くような物音がまざまざと耳によみがえってくる ドアのノブをつかんだまま血みどろになって死んでいたという若い婦人の姿もどうやら目にちらつくような気がするチュッ嫌な話を聞いた舌打ちをしながらガブリとコーヒーを飲んでタバコに火をつけようとした時卓上電話がジリジリと鳴り出した受話器を取るといきなり生き生きした少女の声で「あれ お兄様ねと叫ぶように言う牛込若松町に母と2人で住んでいる妹のみどりだった伊藤青年とは七つ違いの今年18でみどりの下の2字だけ取ってドーリーと呼ばれているおけんな女学生だなんだドーリーじゃないかひどいわ東京へいらしたのに どうしてて家へ知ららせてくださらないの君はまたどうして僕の来たことを知ったんだゆうべホテルのロビーでお友達がお兄様を見かけたんですって確かにお兄様らしいからって知らせてきたのよどうして家へいらっしゃらないの緑の危機 やはりそうよみどりは電話を切って母の方を振り返ったで一体どうしたんだってなんだか秘密を要する研究報告のために鹿屋博士とご一緒に上京したんですってだからそれが済むまでは家へ来られないってそうじゃあお前福岡の方へ送るつもりで用意しといたズボン下やシャツを持っていったわけな そうねどうせ学校の帰りに麻布の村上さんを訪ねるお約束だから行くわそして汚れ物があったら持ってくるわね1年ぶりで兄に会えると思うとみりはもう心もうきうきしてくるのだった学校の引けたのが午後4時それから片町の友達を訪ねたところが無理に引き止められて六本木の近くにある山手ホテルへ着いたのは 午後7時を過ぎたた頃だった受付で部屋の番号を聞くと若いボーイがいて3階の6号だと教えてくれた「ご案内をいたしましょう」というのを断って「不意に行って驚かせてあげよう」と思ったのであるトントンと階段を上り右の翼屋の方へ曲がって右側のドア。 六号と書いてあるのを見てそっとノブを回してみた鍵はかけていなかったいるはと思って首をすくめながらそっと開け足音を忍ばせて入ったそこは寝室と前部屋とカーテン1枚で仕切られていて前部屋には仕事テーブルと椅子が数客置いてあるそのテーブルのそばに立って こっちへ背を向けて一人の男が何かしていたお兄様だわ。疑って見るまでもなくそう信じた緑はいきなり後ろへ駆け寄って「お兄様こんばんは」と叫んだふいを打たれて相手は「のっ!」と言いながら振り返った。 意外にもそれは兄ではでなかった。全く見知らぬ人である緑はびっくりして23歩下がり「もうすみませんでした私!あたくし」とわびようとした時相手の男はすさまじく歯をむき出したと思うといきなりドア口へひちょうのように飛びついたそしてスイッチの音がしたと見るせつな 部屋中の電灯がパッと消えて辺りは真っ暗闇になったこれは全てあっという間の出来事だった。あ,あれ闇の中から緑の悲鳴が聞こえ荒々しい争いの気配がしたしかしそれはすぐに静まって間もなくどこか部屋の隅の方からコトンと金具を合わせるような物音が聞こえ それっきり新刊として人の様子もなくなってしまった伊藤豊二青年が鹿屋博士と共に帰ってきたのはそれからおよそ1時間ほどたって後のことだった伊藤青年は夕食前に仙台から帰るという博士の電報を受け取ったので上野駅まで迎えに行ってきたのである従って 留守中にそんな事件のあったことなどは知る由もない君の部屋は何号だね翌夜の6号ですああでは夕べ何かあったろう博士は目をしかめながら聞いたご存知なんですか先生ああ僕も初めあの部屋へ入ったよ どうやら一番静かそうだから望んだのだがね。前の部屋の亡霊が出て少し怖いから敷き移ったわけさ。先生まで亡霊を怖がるんですか君だって怖くないことはあるまい。が、とにかくそれについて少し考えていることがあるんだ。まあ、後で僕の部屋へ来たまえ。 2階の階段で2人は別れた伊藤豊二は3階へ上がってドアの鍵を開けそれはいつかもうちゃんと閉まっていた中へ入って電灯をつけたそして部屋を温めるためにヒーターの線をひねった時卓上電話がけたたましくなりだした受話器を取ってみると牛込の母からだったあはあ お母さんですかとよじかえ東京へおいでだってね御ご用が済んだら牛ごめも寄っておくれよええ1週間ほどしたら伺います待ってますよそれからみどりはまだそっちにいるかえあんまり帰りが遅いからどうしたかと思ってドーリーが来たんですか 言ってないのかいいいえもとも今までここを留守にしていましたがちょっと帳場へ聞いてみましょうそう言って伊藤青年はベルを押した深夜のああ。おー 博士は深く眉を寄せた。母の話では新しいシャツやズボン下を持たせて汚したというんです片町の村上という友達の家へ問い合わせたら6時ごろに出たそうですからどんなに遅くとも来ないはずはないと思います町場では何と言ったね。その時分ちょうどみんな食事中で調和には若いボーイがいたそうですが。 それがもう帰ったあとでわからないというんですしかし来たものなら着替えの包みを預けるくらいのことはしていくはずですから博士は黙って何か考えていた白いものの混じっている眉毛がひどくしかんで額に深い縦じわが寄っているうーんなるほど。 およそ10分ほども何事か考えていたのち博士は急に眉を開いてつぶやいた先生僕ちょっと家へ帰ってきたいと思うのですが妹の身の上がどうも心配でまあちょっと待ちたまえ博士はいすから立ち上がって西側の窓の鎧ろいどをガラガラと開けた外は初冬の寒い風で 高台の町々はもう大方は火が消えているしかしホテルの立っている場所から谷を隔てたところにある大抜連隊のモダン芸者だけはシナ事変のための夜間訓練でもあるのかまだ明かりが美しくきらめいていた博士はしばらく冷たい風を吸ったのち再び鎧戸を下ろして戻った君はねえ伊藤君。 今度の僕の研究が軍事上の機密に関することだということを知ってはいないだろうね存じませんただ厳重な秘密研究だということだけは伺いましたからこっちへ来ても誰にも知らせなかったのですしかし昨夜べこのホテルへ着いた時ロビーで妹の友達に見つかったそうでそれで妹が。 あいや,いや僕はそれを責めているんじゃないむしろ妹さんの行方不明になったことが僕のためには重大な役に立ったことを感謝したいくらいなんだとおっしゃいますと妹さんは必ず無事に帰るよ博士の言葉は伊藤青年を驚かしたそれは本当ですか先生 科学者は根拠のないことは言わんさ。だから安心して僕のすることを見ていたまえ。博士はそう言って時計を見た。まだ9時前だね。よろしい。君はお家へ電話をかけて、妹さんはこっちへ泊まることになったと知らせてあげるんだ。お母さんに心配をかけるといかんからな。それが済んだら、 ゆっくり寝てよろしい。それで妹のことは僕が引き受けたと言っているじゃないかそれより君は亡霊に食われぬ用心でもするがいいじゃあおやすみ何か思いやりげな博士の様子を見て伊藤青年はともかく言われたとおり自分の部屋へ戻った 母に偽りの電話をかけておいて寝台へ上がったがなかなか眠れるはずはない妹は一体どうしたのかどんな事変があったのかそれも何より気がかりであるしまた夕うべ聞いた向こうの部屋の亡霊の声も妙に頭へ引っかかってくるなんだか嫌なことばかり続くそれからそれへ考え巡らしているうちに それでも朝からの疲れに負けたと見えていつかうとうとと眠り始めたどのくらい眠ったであろうかふと耳元で「起きたまえ伊藤」とささやく声にハッと目覚めると鹿屋博士が闇の中に立っていて音をさせぬように起きるんだ支度ができたらこれを持って。 ピストルですねしッなまってついてきたまえ何が始まるのだろう急いで身支度をした伊藤豊は渡されたピストルを持って博士の後からそっと部屋を出たすると意外にも博士は例の亡霊の部屋へ入っていくのである先生どうなさるのですか 亡霊を退治するのさ博士は闇の中でにやりと冷笑したようだったその部屋はひどくほこりくさかったもちろん電灯は消えていたが両側の窓の鎧のが降りていないのでガラス窓の星空の光が入ってくるため部屋の様子はおおろげながらもよく見ることができたこっちへ来たもえ。 静かに博士は伊藤青年を北側の隅へ引っ張っていってそこにあるテーブルの影へ身を隠した黙って待つんだ音をさせてはいかん亡霊は人のいる気配でも嫌うからななるべく楽にして僕が合図するまではどんなことがあっても動かないように。 博士は耳へ口を寄せて囁いたこの深夜殺人の行われた部屋で亡霊の現れるのを待つ他人が見たらそれはまるで中世期の伝記物語のような光景だというだろうだが今伊藤豊二にとっては実に切迫した実に現実的な気持ちだった正直なところ彼は。 闇の中に息を殺していたその夜の数時間を思う時いまだに不快な襲われるような恐怖を感じるくらいである夜はふけていったそうしてやがて下のロビーの時計が午前2時を打ち始めた暖炉の火こ 虹を打った時計の余韻が寝静まったホテルの廊下にたゆたいながら消えていったその途端であった静かな闇のどこからともなく「うー」「うー」という女のうめき声が聞こえてきたそれは悲しげな 行き詰まるような聞く者をぞっとさせる死に瀕したもののうめきであった先生黙って,黙って博士は強く接した伊藤青年は脇の下に冷や汗の流れるのを感じながらひしとピストルを握りしめていた女のうめき声は低くなりやがてまた高くなりつつ断続した とまもなく東側の壁の辺りでカチリという低い音がしたと思うとちょうど床から7フィート余りの上の壁にピカリほんのかすかな火花のようなものがひらめいたそして同時にビリリリリリ,ビリリリリリリッビリリリリリリッというまるで長い髪をそっと引き裂いているような 静かな低い物音がし始めたすべてが夕べの通りである瀕死の女の悲しげなうめき髪を引き裂くような奇妙な音伊藤青年は僧民に水を浴びたように立然として息をのんだ「そうか」不意に博士が低く囁いた。 そうかそうだったのかさすがにそこまではこの鹿屋も気づかなかったぞ <laughs> どうなすったのですか先生しっだれかくるあわててはかせがおさえたといつどこからあらわれたか 右手の闇の中に白い担ぎを頭からかぶった亡霊のようなものがポーっと幻のごとく現れてきた伊藤豊氏は恐怖のあまり我を忘れてピストルの引き金に指をかけたと博士はその手首をグイッと強くつかみ「動くな」というように押さえつけた奇怪な亡霊の姿が闇の中に現れたから およそ20分もたったと思うころ例の紙を引き裂くような物音がピタリとやんだしかしまだ怪しい女のうめき声は端末魔の苦痛を訴えるように続いている亡霊は闇の中を滑るように東側の壁の方へ揺らめいていったそこで何かしているらしい という音がしてしばらくすると今度は再び滑るように右手へ去っていく博士はテーブルの陰から半身を出して見送ったが亡霊の姿は暖炉のところで急にかき消すように見えなくなってしまった待ちたままえ、まだ早い。出ようとする伊藤青年を抑えながらそのまま約30分ほど息を殺していた博士は もう誰の来る様子もなしと見極めがついたか静かにテーブルの陰から出てさあいよいよ虎血を探るんだとささやいた今度はことによるとピストルを使わなければならなくなるかもしれんぞだが打つにしても足を狙いたまえよ決して足の他は打っちゃいかんぜきたまえ はだ亡霊の消えたのはそこである博士はしゃがみ込んで根気よく20分余りも暖炉の周囲をなで回していたがやがて指先がマントルピースの一角に触ったと思うと火床が音もなく滑って人一人が抜けられるほどの穴がそこにぽっかりと口を開けたああ、こんなところに抜け穴が さよう、こんな抜け穴を使うなんて亡霊にしては不便極まる話さだがこの建物は数年前からヒーター式になっているので絶対にこの暖炉は使わないんだから秘密の通路にはもってこいの場所だねさあ入るんだ大丈夫でしょうか虎剣にいらずんば故事を得ずさ 身をかがめるようにして博士から先にその抜け穴へと入った入り口は狭いが入ったところははしご口になっていて楽に立ったまま降りられる2人はピストルを握ったまま静かに一段一段足音を忍ばせながら降りていったはしごを降りきったところにドアがあった博士はドアへ耳を当ててしばらく様子をうかがったあと そっ途端に「あっドーリー!どうり」低く叫びながら伊藤青年が博士を押しのけて中へ飛び込んだまさに緑妹の緑が狭い物置部屋の中に椅子へ固く縛りつけられた上無残に猿器をかまされていたのである「待ちたまえ!」 駆け寄ろうとする伊藤をなぜか博士は急に押しとめたまだ手を触れてはいかんだって先生こんなに縛られていいから待ちたまえ妹さんにはお気の毒だがもう数時間この苦痛を耐え忍んでもらわなければならぬこの事件は生さしい問題ではない国家の重大な機密に関係しているのだ こういえばおそらくみどりさんもしばしの苦痛をしのんでくださるだろう。椅子に縛られたままこれを聞いたみどりは惜しくも目を輝かせながら力強くうなずいてみせるのだった博士はそう言うとまだ渋っている伊藤青年を促しつつ 元の部屋へと戻っていった見えざるスパイ。それから博士と伊藤青年がどんな活躍をしたかはわからない明くる朝10時ロビーでお茶の時間が開かれた時博士と伊藤豊の二の2人はさっぱりと身なりを改めて片隅のテーブルで 熱いコーヒーを吸っていたその日はバカに客が多く朝食だけ食べに来たらしい紳士や面会人と見える人々がそれぞれコーヒーを吸ったりトーストとハムエッグをつついたりしていた10時が15分過ぎた頃だったホテルの表に1台の高級車がついて3人のヨーロッパ人がロビーへ入ってきた この3人は毎朝ここへ朝食だけを食べに来るのでいつも奥の方に決まってテーブルが用意されてあるくらいなじみの客だった入ってきた3人は鉛のあるフランス語で口やかましく話しながら自分たちのテーブルについてタバコを取り出した「もう毎日のことで注文は分かっているらしくやがてボーイ伊藤青年に亡霊の話をしたボーイである」が銀盆の上へ コーヒーやトーストやサラダをのせて運んできた。おはようございます。いやあ、おはよう。いい天気ですね。さようでございます。今日は特にベーコンネックをいたしましたから、どうかお試しくださいまし。そう言ってボーイがテーブルの上へ銀本を置いたときである。突然後ろから鉛のない流暢なフランス語で。 失礼ですがそのベーコンエッグは私の方へいただきたいですねと声をかけたものがある3人の外国人がびっくりとして振り返るとそこには鹿や博士がニヤニヤしながら立っていたい,いな博士だけではない意外にも今まで客のように見せていたロビーの人たちおよそ178名の紳士がぐるりと周囲を取り巻いているのだ しかも手に手にピストルを持って博士は冷ややかに続けたバツバツ国の特務機関員諸君もうジタバタしてもダメだよこの通り網の口は閉められたんだ亡霊のからくりは暴露したぜうん手を挙げろ動くと射殺するぞ とわめきながら進み出たのは老紳士と見せた警視庁の高野刑事課長だった3人の外国人は一瞬髪のように血の気を失って両手を上げながら椅子から立ったその隙である例のボーイは影のように身をずらすとまるで鶴を放たれた矢のような勢いで地下室の方へ逃げ出したと見た博士が 伊藤、緑さんを監禁したのはキャッツだ逃がすな叫ぶより早く伊藤青年は「くそと一声弾丸のように走って今まさに石の階段を半ばまで駆け下りたボーイの背中へタッとばかり跳躍した思い切った奇襲である門戸に打って。 二人は重なり合ったまま地下室へ転げ落ちる「チクボーイは獣のようにわめくといきなり右手に探検を抜いて羽を起きた刹那、伊藤青年は下からダッと蹴り上げておいて素早く寄り身になると力任せに右手の拳で相手の顎を突き上げた「はとよろめくところをもう一撃。 この豚野郎とばかりに鼻っ柱をへし折れよとたたきつけた妹を苦しめた敵と思うふんヌの拳だボーイは鼻から血をほとばしらせながらのけぞって倒れた見事見事もう堪忍してやりたまえ博士が階段口からゆかいそうに叫んだ それ以上やると死んでちまうだろうあとは警視庁の諸君に任せるがいいそれより早くみどりさんを助けるんだ伊藤青年は倒れているボーイの脇腹を一つガンと蹴っておいて物置部屋の方へ駆け出したそれから1時間の後伊藤兄弟は博士の部屋で熱いコーヒーをすすりながら 事件の謎を解く博士の言葉を聞いていた彼らはバツ,バツ国のスパイだったあのボーはシナ人でもちろん彼らの手先なのだ亡霊の話はあの部屋へ人を近寄せないためだったがその由はあそこが秘密の連絡に使われていたからだどういう方法で連絡を取ったかというとあの紙を裂くような音 あれがその機械だ。別のスパイが第罰連隊の横に張り込んでいて連隊の移動状態を探りそれを光線通信であの部屋へ送っていたのだですが先生もし夜間に光線で通信すればすぐ発見されるではありませんか現にゆうえ僕たちが見張っていたのに別に何の光も見えなかったですよだからさ 見えない光線を使ったのだ博士は微笑して続けたつまり赤外線だ兵泳の付近から特殊の機械でこの部屋へ向かって赤外線を放射する君も知っている通り赤外線は人間の目には見えないものだしかし同じ受感装置には感じるから光線を受けると同時に自動的に動き出し 目に見えぬ通信を完全に記録するんだゆうべ壁のところでカチリと音がして小さな火花がひらめいたろうあの時記録装置が活動を始めたのだそれから白い亡霊あれは例のシナジンボーイが化けたのだがあれがその記録を取り外し朝になってかの三人の外国人に救助をする時そっと と手から手へ渡すという仕組みなのさ。実に敵ながらあっぱれ。赤外線を使ったのはスパイ戦が始まって以来これが最初だろうよ。ところで、どうして先生はこれをスパイ事件だとお気づきになりましたかはじめはそこまで気がつかなかったね。ただ、あのボーイがとくとくと亡霊の話をしたので、こいつは怪しいと思ったのだ。 なぜって客商売の勧めをする者が聞かれもしないのに客の嫌がる亡霊の話などをするはずがないからなこれは何かあるとにらんだよその次にみどりさんの行方不明を聞いたので確かにこの家に何かあると感づいたそうして何の気もなく外の空気を吸おうとして窓を開けたところが 向こうに大抜連隊の兵舎があるのを見つけたのでそう一種の霊感だな本能的にこれはスパイ事件に相違ないと思ったんだすると毎朝あの3人の外国人が決まってロビーへ朝飯に来ることその給仕はあの男に限っていることなどがはっきり思い出されたこうなればあとは簡単さ 緑さんを縛ったままにしておけばキャツはまだ自分の罪の暴露したことに気づかず堂々とロビーで連絡を取るに違いないそう思ったことが図星に当たった頼んでおいた警視庁の諸君もなかなか立派に芝居をしてくれたよそして博士は次のように言葉を結んだつまりやつらはやりすぎたのさ 不必要な場合に亡霊を宣伝しまた僕の研究の秘密を盗もうとして折りやしく気合わせたりさんを監禁したこの二つが自ら事件を暴く糸口を作ったようなもんだからなことわざに言わずやそれ杉樽は及ばざるにしかずとねハハハ ha ha ha